皆さんこんにちは、カズラブチャンネルです。今年もやってきました iPhone の発売日、 iPhone13 Pro Max に今回はしてみました。早速開封していきたいと思います。じゃじゃーん、うわー綺麗です。色がほら変わりますね。ゴールドにしました今回は。はい、それではピラーン、ピッカピカ。ケーブルと本体説明書、それでは起動させていって準備したいと思いますが、その前にちょっとケースに入れておきたいと思います。今回ケースはこれにしました。純正の、紫ですね。レザータイプのやつです。高級感あります。 iPhone12 Pro ゴールドだったんですか。色が全然違いますね。これ同じゴールドなんですけど、13 Pro Max の方がよりゴールド感があります。カメラのサイズが全然違います。なぜ今回は MAX にしたかというと、12の時バッテリーの持ちがちょっと自分には足りない字が見えにくくなりました。来ました、タイムラプス、スロー、シネマチック、ビデオ、写真、ポートレート、パノラマ。この後ちょっと低下けるので、このまま撮影に向かいたいと思います。はい、というわけで今日は海きららに来ております。また館長にお世話になってですね、パールクイーンの撮影があるそうで、そちらにお邪魔しようとしております。またまたボートでですね、海の方に連れて行ってもらう予定です。よろしくお願いします。おはようございます。カメラの方は 35mm 換算で、ズームが 77mm 相当して、広角が 26mm、超広角が 13mm になってるようです。それではまず超広角レンズで撮ってみました。船の赤と黄色の色がしっかり出て、空の青みも綺麗に撮れてますね。徐々に船の後ろを回ってこのような感じです。ちなみに iPhone12 Pro でも撮ってみました。どうでしょうか、微妙な違いはあるようですが、13 Pro Max の方が多少明るく撮れてるように思えます。こちらは動画ですが、左側の13 Pro Max の方が明るいのではないでしょうか。ズーム3倍で動画を撮ってみました。なかなかいい感じでズーム効いてますね。解像感もしっかりとしてますし、色味も綺麗に撮れてると思います。さあ話題のシネマチックモードなんですが、広角レンズで撮るとこれぐらいで、このボケ感わかりますか。ボケ感がしっかりしてます。で、手前の方にピントがあって、奥の方を見せると向こうの方にじんわりピントがあってくれると、まあそういった機能ですね。そしてこちらは 4K で撮影しました。通常のビデオで 4K60 フレーム、超広角です。やはり 4K となると解像度が上がったように見えます。こちらは広角ですね。広角だとこれぐらいの感じです。60フレームですので、また滑らかに撮れてると思います。こちらはズームで撮りました。しっかりと被写体にピントが合っていて、後ろの背景ちょっとボケてるように見えますが、いかがでしょうか。この撮影してる時は DJI Osmo Mobile 3を使っています。改めて写真ですけれども、超広角このような感じで、広角で撮るとこれぐらい寄ります。そしてズームを使うとこれぐらいまで寄れると、この3つのバリエーションがあるといろんなもの撮れるような気がします。3倍ズームでもこれぐらいの解像感で撮れてるので、まあ十分なのではないでしょうか。続いて HD サイズの240フレームのスロモです。超広角のスロモ、240フレームですから、このようにかなりスローに撮れます。広角で波しぶき撮ってみましたが、いかがでしょうか。一粒一粒も映ってるように見えますね。
ズームでも撮れたのでちょっと試してみましたが、かなり寄ることができます。ただちょっと解像感はかなり落ちるような感じですので、この辺りはいかがでしょうね。ざっくりカメラの基本的な機能を使ってみました。そしてもう一つ個人的にすごく気になっていたのが、このマクロモードなんですよね。被写体に向かってこのように近づけると自動で切り替わってマクロモードになります。黄色い花をちょっと撮ってみます。はい、どこまで寄れるか。動画です、これは動画です。動画でマクロモード、ここまで来ました。ハチさんが一生懸命頑張ってますよ。ここまで寄れます。これもなかなか別世界が撮れるのではないでしょうか。写真を撮るとこのような感じ。これも本当取っ手出しの状態です。先ほどのハチさんもしっかりこの毛のあたりまで映ってますよね。意外と鮮明に撮れてます。そしてスマホならではいろんな角度で下から煽って撮ってみたり、まあ、こちらの方はアリさんが映ってるぐらい綺麗に寄ることができるという感じです。改めて超広角レンズで12と13比べてみたいと思うんですけど、パッと見そこまで違いなくないと思うんですけど、暗部の部分が12の方が持ち上げようとしていて、ちょっとノイズが乗ってるように思うんですけど、どうでしょうか。これちょっとアップにしてみましたが、ちょっとノイズの違いはあるようです。これは動画ですけれども、パッと見ではね分かんないんですけど、12 Pro の方が一生懸命頑張って明るくしようとしていて、ノイズが乗ってるような感じになってますね。もう少しアンダーで撮れば違うのかもしれないんですけど、もうデフォルトでそのまま撮影してみました。これはシネマチックモードで撮ってますが、風景を撮るとこのようなイメージ、ピントの合う位置が自動的に変わってくれるっていうのも結構雰囲気があるように撮れると思います。シネマチックモードで素晴らしいと思ったのが、撮影後にボケ感の変更だったりとか、被写体のピントの位置を変えることができます。このように F 値を変えることでボケ感が変わりますし、黄色いマーカーの位置がピントの変わるタイミングで後から増やしたり減らしたり、タイミングをずらしたりっていうことが可能です。というわけでいかがだったでしょうか。 iPhone 13 Pro Max を1日カメラとして使ってみました。まだ初日ですので、これで使いこなしてみて新たな発見とはあると思うんですが、続いてはナイトモードで夜の撮影行ってきてみたいと思います。いつも皆さんのご視聴ありがとうございます。